やっほー、あやです。はい、ということで今日も始まりました、中町あやのクッキングチャンネル。はい、ということですね、今日も中町とあやといえばクッキング、そんな方もいるんじゃないでしょうか。はい、私のイメージ的に、はい、そうです、私はいい女なのでよくクッキングしております。はい、ということですね、今日もクッキングをしていこうと思うんですけども、今日はまだ作ったことのないものを作りたくて、私こう見えてですねダイエットしてるんですね。でずっとダイエットしてる、こいつずっとダイエットしてますよね、中町ちゃんやって。わかります、私も言いたいです。はい、なんかずっとダイエットしてるんですけど、ダイエットご飯みたいなの作るのが私結構好きで、 TikTok とかでもそれこそクックパッドとかでも結構調べて作ったりとかしてるんですね。で今回はずっと気になってたライスペーパーってあるじゃないですか、こちら。はい、なんかライスペーパーのご飯作りたくて、普通に、はい、なので普通に作ります。今日は挟もうと思っているメニューは今回のエビと、サニーレタスがなかったからサンチューにしました、すいません、と気持ち次第でサーモンとか、あとアボカドをなんか巻いていくだけっていう、そういう簡単な話今回は。でなんか私がポロッと X でつぶやいた、なんかキウイを食べたら痩せたっていうツイートが結構バズって、私もこれツイートするのすごい怖かったのね。いや違います、それはこういう理由でこうで違いますとか、なんか結構批判が来ると思ったら、なんか意外となんか合ってたらしくて、私すごくない？普通にね、私はキウイを食べたくて買ってたの。そう、それでパック売りみたいなのあんじゃん、キウイって。でそれの方がお得だから、私はパックをなんか2個買ったの。なんか合計で10個ぐらいあったのね、家に。だから毎朝食べてたのね、キウイ。そしたらマジでね、これ本当なんだけど、マジでまずうんこがマジで出るのね。あと本当ふわふわうんこっていうの、柔らかいうんこ、ダメなうんこじゃなくて多分いいうんこがめっちゃ出てね。マジで私最近3キロ痩せたんだけど、わかる？わかんないよね。あの3キロ痩せたのね、こう見えて。夏遊びすぎて結構落としても落としても減らなかったのね。そうだけど、やっと最近落ち着いて3キロ減って、いつも通りの私を取り戻したのね、っていう理由で本当にキウイマジで痩せたの。そうだからみんなもあの試してみてほしい。ということで作っていくね。ライスペーパーって水に濡らすだけだよね、確か。ぬるま湯に一回柔らかくします。はい、でも具材切ってからの方がいいよね。まずアボカドを切りますね。なんかもう一つ気になってたメニューがあって、それはライスペーパーで巻いて揚げるみたいな感じ、揚げるっていうか焼くみたいなやつだったんだけど、なんかささみを入れてチーズとかも入れてみたいなやつだったの。もう一つはやばい、このアボカド柔らかすぎてちょっと危なそう、危ない色もしている。アボカドをまず切って、ちょっと大きめの方がいいのか、こっちにしようか。少ない？1個使っちゃう？いや1個は多いか、一旦保留で。なんかさ、夜に見えてそうじゃん、なんかこう見えて。なんか中町はもう珍しくメイクしてるしみたいな感じで。でも今びっくりなことに朝なんだよね。朝って言ってもお昼、お昼なんだけど、今日はなんでメイクしてるかっていうと、久々に、私いつも家で撮るときさすっぴんだからさ、久々にメイクしてちゃんと撮ろうと思って一応メイクしてみたりした。あとなんでかっていうと、この後アイラブ浅井に行くのね。今日オフなんですね。はい、オフなんです。なんかオフもやっぱメイクするっていうのが大事かな、やっぱいい女なんで。はい、なんかオフの日もメイクしちゃいます。うざ。そしてぬるま湯につけるんですよね。はい、皿に入れました。やばい、緊張する。初めてのライスペーパーってすごい、本当になんかマジペーパーじゃん。食べれんのこれ本当に、なんかマジで。じゃあ浸します。失礼します。合ってますか？いいのかな？え、戻んないんだけど。合ってる合ってる、これ合ってんの？もうちょいぬるま湯じゃないとダメなのかな、冷たすぎた。あ、でもちょっと柔らかくなってきたか。あ、柔らかくなりました、ありがとうございます。やばい、楽しい。はい、これやばい、柔らかすぎてなんかぐにゃぐにゃ、大丈夫そう。え、はい、引いたら具材を乗せますと。まずはサニーちゃん、あ、サニーちゃんじゃない、サンキュー、サンキューじゃなくて、なんだっけこの名前、サンチュー。まずはサンチューを乗せます。そしてあ、エビ大事ですからね。エビもたっぷり乗せて、あ、見えてないね、普通に。まあ別に見えなくてもいいか。そしてアボカドを乗せます。半分全部いっちゃいますね、すいません、贅沢に。そしてサーモンも入れちゃいます。あ、多すぎ？具巻けないか、ちょっと巻いてみよう。待って、どうやって巻くの。あ、まずはこう半分に折ってから、はいはいはい、アンダースタンド、アンダースタンド。
はい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 。オーマイガー、あ、できたかも。完成。これ半分に切ってみますね。たらーん、見てください、この映えないやつ完成しました。ちなみにこれは私が作ったお皿です。タレを作ってる TikTok を私は見ました。なんでさ、こんなにさ TikTok の人は綺麗に巻けてるんだろう。具が多すぎたのか、シンプルに。あー、あと人参とかも入れないといけなかったんだね。あ、待て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 、醤油、酢、ごま油、早い、この人説明。あとニンニクですよね、ニンニクは見えました私。ニンニク、ニンニク、友達に会うけどいっか、これから。生姜、生姜もです、生姜も。生姜、小ネギ、小ネギ混ぜ混ぜ。すいません、小ネギないです。失礼します、小ネギなしで食べていただきます。あ、昨日作ったご飯も食べます。昨日はなんか絶対に健康だよねっていうなんかスープ作れました。なんか余ったサーモンとか普通にこのタレで食べよう。うまっ、待って、このタレがうまい。簡単さが効いてるわ。残りは明日とかでも作れます。今日この後浅い食べるから、あんまお腹いっぱいにしたくない。このコストコで買ったこれマジで本当に便利。親も仲間兄弟のコストコの動画を見てこれ買いに行ってた。やばくね、普通に親が子供参考にしてんの。あれたちが紹介してて買ってみたとか言ってた。お母さんが AB 型のお母さんがそう言ってたとこういうのとかにも持ってピタッてくっつくからめっちゃいいんだよ。アボカドとかも半分残りのやつ。ほら、だってサムネにももう書いてあるからね、アボカド。なんか私今グッドラックを見てて、 TikTok じゃなくて Netflix で。うん、キムタク好きです。なんであんなかっこいいわけ、普通に意味がわかんないんですけど。そしたらライスペーパーはこんな感じで完成した。タレも、あとは昨日残り。はい、完成いたしました。これが昨日の残りのキャベツとえのきと胸肉とウインナーを入れたスープ、コンソメスープで、今日初めて作ったライスペーパーのやつ。なんか昨日のスープは普通になんか余り物って感じ。それでは念願のライスペーパーのやつ食べてみます。うん、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 手で食べた方が早い。てか、このタレが美味しい、普通に考えて。でも、ライスペーパーはもちもちすぎて食べるの時間かかる。皆さん、残念なお知らせがあります。クリスマスまであとちょうど2ヶ月です。やばくないですか、ちょっとさすがにみたいな。どうしよう、今年のクリスマス、マジで予定ないんだけど。私さ、何回かこの人生的に彼氏と別れてから何回かあの気に入ぴ、オアスキピみたいなのできてるんだけど、マジで脈なしなのね、本当に。っていうか、脈ありか脈なしかの判断が私わかんなくて、恋愛してなさすぎて。どれが脈ありでどれが脈なしなのかわかんなくて、私的には LINE とか毎日してたらさ、え、脈ありじゃねみたいな思ってたんだけど、なんかそうでもなかったりとか、で、脈ありって何みたいな感じで思って、私インスタの質問で募集したの。脈ありって何ですかみたいな、おわ、逆に脈ありサインでどういうのですかみたいな感じで聞いたの。だからそれをちょっと読んでいくね。ストーリー全部にいいねしてきてくれる。うん、これ脈ありだね、確かに。でもさ、たまにいない？めっちゃストーリーいいねしてくる人。でもあれって結構さ、ガチでいいと思ってしてくれてるんだろうなっていう思いなんだけど、私的に。てか私がそのストーリーのいいねするときって、マジでいいねって思ったときにいいねするのね。だから全部が、でも全部にストーリーいいねしてくるは確かにね。 LINE を続けようとしてくる。え、わかる。え、私さ、なんかキリピとかスキピになんかさ頑張ってさ LINE 続けようとするじゃん。けどあっちはなんか全然続けようとしてくんないの。それって絶対脈なしだよねそう、気づいてるよ、それは。でも逆にね、なんか私がじゃあ最初 LINE 頑張るじゃん、なんか続けようとね、なんとかなんだとかさ、今何々してるとかさ LINE して、あっちが、あ、そうなんだ、楽しそうだねとかね、そういうので終わるとすんじゃん。で、は？全然続けてくんないじゃんあっちと思って、そこでやめんの私は。もういや、これ脈なしだなと思って LINE やめんじゃん。やめた途端あっちから LINE 来たりすんのね。は？何お前どっち？みたいな思わない？なんか私が LINE 頑張ってる時は来てくんなくて、私が辞めるとなんか来るみたいなとかよくある。え、モテるでしょって言われたらちょい脈あり。え、マジで？私めっちゃ言われるんだけど。モテるでしょだけは めちゃめちゃ言われるけど、あのマジでモテたことない。モテるでしょ、そう、これ最近トワとも話してたんだけど、脈ありってどういうことだと思うみたいな話をそれこそしてて、キニピとかからモテるでしょは言われるんだよねみたいな。けどその
キニピは来てくれない、このモテるでしょっていうこれって何みたいな話になって、トウはもうわかるみたいな、モテるでしょはめちゃめちゃ売れるけど、あの実際そのモテるでしょって言ってきた本人が自分に来た経験がないみたいな、めっちゃわかると思って、私もモテるでしょはめっちゃ言ってくれんのね。それこそあの好きじゃない人とかでも、あやってモテるでしょみたいな、普通に男友達とかにもね言われるんだけど、あもう来たことない、モテるでしょって言ってきて、私もなんかあやモテるでしょってキニピに言われた時に、えお前好きなんちゃう、あやのことって思ったの。いや全然びっくりなことに全然来ない。そのさ、本当に聞きたい、そのモテるでしょって言ってくる心理教えてください、誰か。はい、お願いします。大人数いるとき目が合う、あー確かにね、目が合うか、確かに学校とかだったら脈ありだよね。こんなん脈ありじゃん。コンビニとかで好きって言ってたスイーツとかを買って食べてみるって写真撮って送ってくれる、あーこんなん脈ありすぎて無理。いいな、それはマジで脈ありだね。正直深夜に男子から声聞きたいって言われるのはさすがに脈ありや、脈ありすぎるだろこんなん。これで脈ありだったら普通になんか普通に逮捕普通に逮捕するこれであごめん全然俺好きとかじゃなくてみたいな、なんか暇まで声聞きたくなったからとかだったら本当に普通に逮捕する、逮捕します。はい、ライスペーパーとかでなんか顔面なんか息できなくさせたりするライスペーパー結構もちもちだからマジで息できないからね、覚悟しないよ本当に。返信早いのはどうなんだろう、返信早いのは脈ありじゃないと思うけどね。だって私とか LINE 来たら3秒で返すよ本当に誰でも。返信速度はね、なんか1日返ってこないとか3日返ってこないとか脈なしだけど、返信が早いで脈ありはまだ早い気がするけどね、知らんけど。やっぱさ、 LINE 続けようとしてくるのって、脈ありだよね。続けられたことないんだけど。でも私ってとにかく LINE めっちゃ好きなのね。だからなんかそのキニピスキピとかじゃなくても、気になったこととかあのそういうその人に本人に伝えたいみたいな時なんか LINE めっちゃすんので、 LINE で全部伝えたくなっちゃうの、わかる。一方的に私はバーって話しちゃう、てかてかなんとかなんとかね、なんとかね、なんとかなんだよね、てかさこの間ないないないみたいな、一方的に話しちゃうね私って。それはさ、あっちも続けないよね。仲間ちゃんめっちゃ一方的に話してくれやんって思われてるよね。だってさ会えないからさ、すぐにパッとは。だからさ、なんか伝えたいこと、思いっていうか、伝えたいことはさ、なんかその場でさすぐ伝え、なんかバーって伝えたくなっちゃうんだよね。美術強すぎって言われたって、脈ありですか。私もなんか全然スキッピとかキニッピとかじゃないんだけど、男友達からあやほんと可愛いよねって会ったら毎回言ってくれる人がいるのね。あやほんとに可愛いねって、今日もマジで美女いいねとか言ってくれる友達がいるんだけど、全然あやのこと好きじゃないでいるんだよ一定数、あのなんていうの、その可愛いっていうことに対して抵抗がない男っているから、あのそういう罠には気をつけた方がいい。私もなんか最初言われた時に、えあやのこと好きなのみたいな感じで思ってたんだけど、全然そいつにあの私のこと全然好きじゃなかったから気をつけた方がいいですね。はい、でも私もね、なんか多分そっち側で本当に顔がかっこよかったりとか、普通にイケメンって思う時は、本当にイケメンだよね、かっこいいよねみたいなことをなんか言うのね。私ってなんか伝えるの全てを、思ったことをね。だからその男友達とかにも全然あの今日も美女いいねとか、あの写真の美女良かったよとか伝えるから、なんか脈ありかって言われたら、美女褒められるはあんまり逆に脈なしなのかなみたいな。逆に中身を褒められたら脈ありだと思うの私的に。例えば素直でいいよねとか、はっきりしてていいよねとか、そういう中身を褒められた時って結構なんか脈ありっていうか、ちゃんとあやのことを知ってくれてる感じがして、なんかえってなるの。だから私もなんかキニピとかスキピ、まあもうスキピっていうね、なんかスキピとかに、スキピとかに何を伝えたいかなって時に、なんか性格結構褒めるようにするのね。めっちゃさ気使えるよねとか、そういう中身を褒めたいと思うから、中身を褒められたらさ結局、脈ありじゃない。ね、今回の私の何を言いたいかって、あやってモテるでしょっていう、そのモテるでしょっていう言葉って、これなんかどういう心理なのか私は知りたい正直。好きなものを覚えてくれたら、なるほどね、確かにね。なんか本当に興味ない人ってさ、なんか血液型とかも覚えられないもんね、その人のでも好きな人のさ血液型とかさ、兄弟構成とかさ、好きな食べ物とか、そういうのって覚えてるよね、誕生日とかさ。確かにね。LINE が終わっても次の日おはようから始めてくれるいいなぁ、マジ来たことないんだけど、かわいそう。女にさライスペーパーとかもさ巻いてるいい女か
さ、おはようって来たことないんだけど。かわいそうにもほどがない。普通に考えて、どういうこと？ふざけんなよ。イライラしてくんの。いつも近くにいる気がする。あーはん、わかります。私もなるべく隣行くようにしたりとか、たまに逆にあっちが気づいたら隣にいる時とか、え、好きなんちゃんあやのこととか思っちゃう。やっぱ隣にいるって結構キュンキュンするよね。嬉しいし、私もなるべく隣に行きたいって思う。てかさ、なんで LINE してくんないの？脈なしすぎない？私 LINE 来るのほんと好きなんだよね。誰からも、友達でも男友達でも。私ってね、なんか LINE 来ると嬉しいんだよね。え、向こうから手つないできたのに脈なしだった。意味わかんないんだけど。普通にライスペーパーでさ、一旦さ苦しくさせた方がいい。びっくりマークがたくさんある。脈ありなのか、それは。果たして本当に好きな人いるか聞かれる。脈ありなのか。歩いてる時に叩いてくる。ちょっと待って。え、これって脈ありサイン、それとも脈なしサインの どっちですか？一応私が応募したのは、脈ありサイン、これ脈ありかもって思った瞬間教えてっていう質問なんですけど、歩いてる時に叩いてくるはちょっと、価値観の違いか、私との。こういう話したらめっちゃこっち見てくる。いや、俺の好きなタイプは、黒髪で、なんか明るい子が好きかな。ちょっとやらないよ。なんかめっちゃ見てくる。笑っちゃいそうになるんだ、あれだった。でも嬉しいですね、それ。確かに脈ありかもね。INFJ から毎日返信が返ってくる脈あり。へえ、そうなんだ。INFJ って何なんだろう。好きな人のタイプ聞いた時に全部当てはまってる。それ脈ありだわ。なんか私さ、好きなタイプとか聞けないんだけど。だってもしさ、自分と真逆な人言われたらさ、めっちゃショックじゃん。ショックになっちゃうのね。あ、私真逆じゃんみたいな。ショックになっちゃうから、なんか好きなタイプ聞くのって結構勇気なんだよね。なんかそれこそさ、俺タヌキ顔が好きとか言われたらさ、なんか、私のこともう本当に眼中にもないんだみたいな。なんかショックになっちゃうじゃん。そうだから、なんか好きなタイプとかはなんかちょっとずつ聞いていきたい。好きなタイプ聞くのって結構なんか勇気いる。おはようとおやすみ毎日言ってくる。それってもうさ、なんかさ付き合ってねみたいな。普通に。それって付き合ってるんじゃないの？なるほどね。やっぱ一番多いのは LINE を続けてこようとしてくるだったのだよね、やっぱり。え、わかる。私ももう LINE だって、私も好きな人とか LINE 続けようと頑張るもん。頑張ります。私も恋愛、なんか本当になんか私って脈ありサインされたことないんだなって再確認しました。でもとってもいいお知らせがあって、アスネの2周年記念がエグいっていうお話なんですけど、これさっきから出てきてると思うんですけど、これね、アスネなんですよ、なんとタンブラー。超可愛くない？しかもなんかこだわりポイントといたしましては、グラデーションになってるのね。わかる？だからなんか可愛いの、水なのに可愛いみたいな。そう、水入れただけで可愛いみたいな感じで。で、あと2周年記念でこのアスネのボックスが販売されます。見てください、中もとっても可愛い。可愛い。これ中身は何かと言いますとですね、バンブートナーの大容量ですね。こちら大容量と、クレンジングバームの大容量。これもバカでかい。見て、バカみたいにでかくない？そう、こちらが2周年記念で販売されます。ありがとうございます。あっという間にね、2周年ということで、ほんと皆さんありがとうございます。今回のアスネの本当に本当にお得だから、今から言うことマジで覚えててほしいんだけど、まずイベント期間が10月31日ハロウィンから11月3日。すいません、このカリカリはテリーが掘ってます、ソファーを。はい、気にしないでください。そう、期間が31日からの19時から3日の23時59分までなんですけど、今回ですね、4日間限定で最大 46% オフなんですね。え、そんなことありますか？ないんです。はい、こんなにすごいキャンペーンは本当に年一しかないんですね。全商品が 5% オフで買えます。で、1万円以上お買い上げの方は 10% オフで、このさっきのボックスですね、これとボックスが通常の2倍の容量だから、いつも普通のバンブートナーの2倍の量入ってます。これも、はい、本当にでかい。
とオリジナルタンブラー、このタンブラーですね、これ本当に可愛い、大好きまでついて約 36% オフで5830円。この3つですね、タンブラーとこれがついて5830円でゲットできちゃうんですよ。36% オフ。しかもそうだから、これ本当に下がちょっと水色っぽくなってて、たくさんね絵が描いてて可愛いんですけど、そうこれ私も本当毎日これでお水飲んでるんですけど、はい、この3つで5830円、税込み。1周年の時もボックスを出したんだけど、それは単品で売られてなくて、あのボックスしか売ってなかったのね。でも今回はこの単品ずつでも売ってるんですよ。これの単品も売ってるし、これの単品も売ってるんですね。そうだから、いつもボックスとか売ると本当にお得だから、5分10分とかでいつも完売させていただくんですけど、あの完売してもこれ単品とかで買えるから、今回は結構あーボックスゲットできなかったって人もこれ単品でゲットできます。で、その他のイベントでは購入された方全員対象なんですけど、私のサイン入りの T シャツ10名様と5名に私のサイン入りのチェキをプレゼントしてるので、普段チェキプレゼントしますとかは、最近だとその初めて購入された方とか LINE 友達追加してくれてとか、なんかそういう対象の人が限られてたんだけど、今回は買ってくれた人全員に対象でプレゼントがあるので、ぜひそちらも頑張って当ててゲットしてみてください。はい、心を込めてサインしました。で、10月28日の月曜日から11月3日だけ新大久保のサイネージ2画面ジャックっていうのがあるんだけど、新大久保の駅の近くにあるでかいスクリーンがあるんですね。そこにアスネの2周年の映像が流れるんですよ。はい、なのでぜひその期間新大久保ちょっと行ってみて、映像をぜひ見てみてください。はい、で、このボックス、2周年ボックスのボックスは普通なら9240円のところを約 36% オフなので5830円でゲットできます。しかもタンブラーもついてきます。はい、これが普通だったら9240円するところが、この3つでなんとね5830円でゲットできるということで、この単品のバンブートナー 300ml 入ってるんですけど、これが税込み3080円で、このクレンジングバームが 170ml 入ってて3300円でゲットできます。で、このタンブラーも単品で購入できるんですけど2860円でゲットできます。はい、だからまとめると全商品 5% オフで、1万円以上買った人には 10% オフ、イベント期間中に購入された方全員対象で、私のチェキかサイン入りの T シャツがゲットできます。はい、あの当たればっていう感じです。はい、皆さんクリスマス相手がいなくてもいてもどっちでもいいんですけど、クリスマスにプレゼントとかでもいいですね。彼女さんにプレゼントでもいいし、友達にプレゼントでもいいし、あとはなんて言うんですか、自分へのご褒美、クリスマス相手がいなくてしょぼぼーんって方は自分へのご褒美でもいいですし、はい、誰でももう今回ゲットしないと本当にあのマジで意味が分かんないぐらいお得なので、皆さんぜひゲットしてください。私もスキピを落とせるように頑張ります。ということで、こんな感じで私のモテなさすぎる女のクッキングチャンネルでした。はい、皆さん頑張りましょう。ということで終わります。バイバーイ。